こんにちは、あがみです。ということで、いろいろになったんで、Vlog やっていきたいと思います。今日はさ、名古屋港のさ、港祭りっていうのがあってさ、港区の、なんていうの、名古屋港の祭りですよ。毎年毎年やっとって、コロナの時に一回、ちょっと中止になったんだけどさ、毎年、夏の始まりを彩る花火大会が、名古屋港ってとこであるわけで、俺名古屋港にも店があるでしょ。普段誰もおらんのだわ。だけどその時だけ、年に1回その時だけアホみたいに30万人ぐらい名古屋港に来るんだわ。ほんでまあこれ毎年のことなんだけどさ、で俺もなんかさ、まあ、今年はやらんかったけど、あれ すごいなんか文化があってさ、まあ結局地元じゃないもんで、俺あの辺がただの新参者だもんで、でも一応祭りとか見に行って、なんかこうどういう風かっていうのとか顔出したりとかさするもんで行くんだけど、あれ知っとる？みこしみたいなやつあるでしょ。でダンダンとか言って太鼓叩いてくるでしょ、みこしが。そうするとさ、店開けとるとさ、シャッター開けとるとさ、止まってさ、動かんの。ほんで店の前でダン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 とか言ってずっとさ動かんので、なんで動かんかってさ、金払うまで動かんのだわ怖いでしょ。昔さ、俺衝撃だったのがさ、なんか名古屋の昭和区に俺のおじいちゃんおばあちゃんの家があったわけ、一戸建ての。そしたらさ、一戸建てっていうかもう平屋の、土地的には結構広くてさ、昔からある家だもんで、なんか駐車場があって庭があって、ほんで玄関があって、ちょっと奥まったところにさ玄関があるわけ。もしさ、玄関にさ、ちんどん屋っつってさ、なんかお客から変なメイクとか変な衣装着たさ、なんか気持ち悪いなんかお化けみたいな、お化けじゃないけど、なんていうの、変態みたいな、なんていうのあれ、変態みたいな格好したさ、本当にちんどん屋っていうやつが来て、で玄関の中でさ太鼓叩いたり鐘鳴らしたりなんかラッパ吹いたりさ、うるせえんだめっちゃ。で俺子供でしょう、おじいちゃんとおばあちゃんちおったらさ、それなんか金払うまで帰らんのだわみたいな知っとる？ちんどん屋ってやばいよ。なんかこうアホみたいな格好して家来て、ほんでなんか金払うまで帰らんみたいな、あれめちゃくちゃすごいでしょ。あんなと一緒なんだわ、あのみこしって。俺そんな知らんでしょ、でそんな文化知らんくって。最初よっしゃ祭りだし30万人来るもんで店開けてかき氷とか売るぞとか言ってさ、結構最初の方やっとったんだわ。そしたらもう本当にね、アホみたいに売れるし一瞬で満席になるし、もうすげえんだわ本当に。やっぱ30万人集まるイベントっていうのは、まあ、だけど、まあ、結構さ、トイレ貸してくださいとか、もう結構めんどくさいね、対応も。普段関係ないような、いろんなところから来る人だもんで、対応もめんどくせえんだわ。だけど、ものすごい売れるんだわ。その代わり、みこしが来るんだわ。みこしってなんて言うのあれ？車？なんて言うんだっけ？ああやつ。なんか車輪がついとって引っ張ってくやつ。が、10台ぐらい来るんだって。もっと来るかな、なんかもうなんかいろんな地区のさみこしがあるもんでさ、それがいっぱい来るんだわ。台車みたいなやつが。ほんで止まって、ほんでこれいくらぐらい払うもんなんすかって、もう3000円ぐらいじゃないとかって言われて、じゃあ3000円渡すじゃん。そしたら、どうもありがとうございました、バナナコーヒーさんからなんとかいただきましたとか言ってさ、なんかいやいやあげんといかんだもんで、いただきましたじゃないだろうみたいな、なんか感じなんだわ。まあそういう文化があるでしょう。で、まあこれからさ、またバナナコーヒーもやってかんといかんし、こうしばらくしまっとったもんでさ、まあ今日久しぶりに行ってさ、まあ店は開けんかったんだけど、ちょっといろいろ見て回っとったんだね。でさ、本当に、みこしが来ると、10台来たら3万円でしょう、みたいな。まあ3万円なんで元取れるぐらい売れるもんで全然いいんだけど、ちょっと来年はさ、どうしようかなと思って、まあやりたいなと思ったんだわ、また、祭りの日にね。
ほんでさ、あの俺が考えた作戦はさ、みこしってさ夕方ぐらいに来るんだわ。でもね、それがどっか行くまでさ、あのとりあえずあのシャッター閉めといて、シャッター閉めながら準備して、みこしがもう全部どっか行ったら、あのシャッター開けて営業したらいいんじゃないかなと思ってさ、とかさ、まあいろんな作戦が必要なわけだけど、花火やって、でまあ屋台が100軒200軒ぐらい出とんのかな、あれぐらいやって、ほんでまあ奥の方ではちゃんとそういう何太鼓叩いてさ、まああれなんか神様を讃えるんでしょう、多分よく分からんけど、まあそういうこともちゃんとやっとるんだ、一応祭りなんだわ。だけど30万人のほとんどの人がその祭りごとよりもおそらくその屋台とか花火を、まあその祭り気分を味わうために遊びに来てる人がもうほとんどだと思うわけ。俺さ思ったんだわ、これ花火とさ屋台100軒か200軒、200軒ぐらいもっとあるか、300軒ぐらいあるかな、屋台をバカみたいに集めて花火さえやれば30万人集まるイベントができるのかっていう話なんですよ。でもそうじゃないでしょ、なんであんな集まるんだろうってなったらさ、まずそのやることを知らないかんでしょ。じゃあ俺がもう1億円出して花火あげるもんで、あとなんかあの屋台もめちゃくちゃ集めるもんで、ここ道封鎖してやらしてくださいって言ったとこであんなに来ないでしょ。なんでこんなに来るかって、もうみんなそれがあることを知ってるからじゃんね。ほんで俺なんでみんな知っとんだろうって思うじゃん。そしたらさ、まあ俺も子供の時からそんなのやってるっていうのは知っとるじゃん。で今回さ調べてみたわけ、調べてみたというか聞いてみたわけ。そしたらパンフレットみたいなのもらってさ、78回目なんだよ、78年やっとんだよ。だからこりゃああなるわと思って、その俺が生まれる何十年も前からやっとるわけでしょ、30年ぐらい前からやっとるわけでしょ。まあそりゃそうだわなと思って、だからやっぱりこう続けていくことで名古屋中の人が知っとったり、名古屋中の人どころか、まあこの近くの東海地方の人とかもうその日に海の日は名古屋港の花火大会だ、お祭りだっていうのを知っとるもんでさ、もうあって集まってくるわけだよね。だから花火やりゃ集まるってわけでもないし、あの屋台がいっぱいあるもんで集まるっていうわけでもないわけですよ。やっぱその広報だったりとか、ちゃんとそのやってるってことは伝わってかないかんわけで、その伝わっていくためには地道に地道に何年も何年も78年もやらないかんじゃないかなっていう思った。いやだからもうレベルが違うよね、なんかイベントのレベルが違うもんね。だけど俺思ったけど、今回行ってみてあんま売れてないんじゃない、あれ屋台も昔ほどと思ってさ、なんかやっぱやり方、屋台でもやり方じゃない、昔だったらなんかさチョコバナナとか並べときゃさ売れとっただろうけど、チョコバナナだってそこら中にあるし、まあいい場所悪い場所もあるだろうし、だけど面白かったのが焼きそばね、焼きそばでなんかしゃんけどアホみたいにさ並んどる焼きそばとかがあったんだ。なんでここだけこんなに焼きそばで並んどんのと思ったらさ、なんかこうちょっとしたパフォーマンスしながらさ、こうバカみたいにそのパックに入れていくわけ、大盛りっていうの、なんかインパクトがあるんですよ。なんかこうちょっと上の方にそばぶわー上げてぶわー入れてみたいな、なんかちょっとしたパフォーマンスみたいな、ほんでみんな動画撮ったりさ写真撮ったりしとるんだ。やっぱさ、だけどすぐ近くに焼きそば屋なんていっぱいあるもんでさ、ちょっと離れたところのさ焼きそば、近くの焼きそば見てもさ誰一人のランドなんだわ。で今までと同じやり方をやっとるんだよね。だからさ、ああいう屋台なんかでも本当にどういう風に見せるかとか、どういう風にインパクトあるかとか、まあそれこそなんかこうインスタ映えするかどうかとかっていうので売れる売れんって変わってくるんだなと思って、まあ名古屋の場合は安定のさ味噌串カツとさ味噌土手にとかっていうのはさ、まあどこも結構並んどったけど、あと金魚すくいとかめちゃくちゃ少ないね。
金魚すくいがめちゃくちゃ少ないなと思ったのと、あとああいう子供のさゲーム系、サメ釣りとかさお宝釣りとかってあるんだけどさ、うちも子供がちっちゃい時はさアホみたいにああいうのやりたいやりたいって言ったけどさ、やっぱり子供が減っとるんだよね。なんかこうパッと見た感じめちゃくちゃちっちゃい子っておるはおるんだけど、なんかさ10年ぐらい前はちっちゃい子がいっぱいおったような気がしたんだけど、今はなんか小学生とか中学生ぐらいの子たちが、まあね友達同士でさこうリンゴ飴持って歩いとる子たちも見るんだけど、ああいう子たちがなんかもうそういうなんか子供騙しみたいなさなんか取っても1位でも絶対1位がないみたいなさ、なんかヒカルとかが YouTuber のヒカルとかがなんか暴いたりとかしとったでしょ、なんかそういうのの影響なんかしたんけど、ああいうのをさ出してる店を見ててもそんなに子供が群がってないっていうか、むしろ誰もいなくて、あやってますよサメ釣りやってますよとかって言ってるけど誰も来んみたいなさ、だからちょっと屋台のこうお客さんが集まってるとことか集まってないとことか見たら結構面白かった。で金魚すくいなんてもうない、もうほとんどないもんね。昔は結構いっぱいあったんだけどね。だからなんかそういうのを考えても、あれ売れてるとこは売れてるけど、まあ上手にその焼きそばみたいなさバーンってやったり、まあ名古屋昔からの名古屋の味をちゃんと伝えとるとことかさ、上手にやっとるとこはもうすごい売れると思うんだけど、ちょっとさああいう祭りに出ても儲からんような屋台とかもあるんじゃないかなと思って、でそうなってくるとあれじゃん、もういいわもうあそこは出店しんわって人は来るけど売れんもんでとか言って、こう屋台っていうものもどんどんさこう縮小していったりとかしちゃうんじゃないかなと思ってさ、まあこう最近よく時代が変わるとか言って、でも78年もやっとりゃ昔のやり方とは屋台とかですら違うんじゃないかなと思って、まあだから俺がそのね自分の店をあの祭りの時に開けたのはもう7年8年前の話だもんでさ、まあそれやったとてあん時アホみたいに人来たけど来んかもしれんよなと思ってさ、だからそういうのもあってちょっとやってみたいの、まあ、ちょっとねメインストリートから離れてるからなんか面白いことやったりとか、だけどね暑いもんでその涼む休憩する場所とかあとトイレなんかそれの需要は絶対あるんだわ、なんかそれをどういう風にさなんかインスタとかでうまく使ってさ、なんかトイレ500円ですよとか休憩500円ですよとかにするのか、コーヒー一杯500円ですよこれ買ってくれたら休憩していいですよってやるのかわからんけどさ、まあ、今日はちょっと別に店は出さんかったけどやらんかったけど、なんかほんとさそういうとこすら時代変わっとんなってちょっといろんな屋台とかさお客さんの動きとか見ながらさ感じたっていう話でした、まあ、今週末はさまた俺店には行かんかったんだわ、でそれで本当にちゃんと回してくれとるもんでさありがたい、だってまたちょっと今からさ帰って書類とかやって、俺明日歯医者行かなかんもんでさちょっと歯医者行ってでまた堺行ってってやりたいと思います。本当にね俺がこうなんか祭り行ったりとかしとっても店が回っとってくる土日にねっていうのはね本当にありがたい話ですよということで、引き続き頑張っていきたいと思いますんでよろしくお願いしますということで、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。